みんなのゴルフダイジェスト中村治です、トータルゴルフフィットネス、専属コーチです鈴木真一です。 A が多いね、真一そんなことですか今日はね、はい、アマチュアの方がね、はい、よく言うと思うんですけど、はい、まあ、結構プロって軽く振ってなんであんなと思うんですかみたいなこと言われると思うんですけど、はい、真一の場合どう、軽く振ってる？全力ですねだよね、やっぱりね、まあまあ距離をね調整するアイアンとかはね、調整することももちろんあると思うんだけど、はいはい、ドライバーに関しては、はい、軽く振ってるに見えて、はい、実はしっかりね、そうですね、全力振ってる、結構全力ですね、ね、はい、120% ぐらいにしてる、そうなんだけど、そうやって軽く振ってるように見える、はい、まあ上手い人とかね、上級者プロの人はそういう風に見えると思うんですけど、はい、まあ、その辺をね、はい、ちょっとしっかり今日は解説していただきたいな。わかりました。はい、了解です。じゃあなぜ、うん、まあ、今言ったように、まあ、プロってすごく軽く振ってるように見えるっていうことなんですけど、うん、でこれって何かっていうと、アマチュアの人が多分、ね、全力で振ると、うん、まあ、練習場とかでもね、こうたまにこう、たまにっていうのを、まあ、見かけるんですけど、うん、結構こう思いっきり振ってるか満載で動いてる方がいらっしゃるじゃないですか、うん、で上手い人になってくると結構こう静かな感じでなんかこうすごく綺麗に見える流れが、うんうん、でも、ね、多分両者とも力感って一緒なんですよ、うん、でこういった違いがどこから出てくるかっていうことをじゃあ簡単に説明します、はいはい、でこれはね何かっていうとまずですねポイントは時間差なんですよ。時間差です。で、何の時間差かっていうと腕、クラブっていったところと、うん、あと体っていう、こう時間差ですね。で、この時間差を、まあ、うまく作れれば作れるほど早い話この先端のエネルギーっていうのが増すんです。なるほど。で、ゴルフスイングですごく大事なことってまあ、自分が持てるエネルギーをどれだけこの先端に何倍にして伝えられるかっていうのが多分かなり大事なところ。で、例えばですよ、じゃあ、あまりじゃあ、ね、飛ばないって悩んでるアマチュアの方とかって、動き的にじゃあどういう感じになりやすいかっていうと、大体がよく言いらっしゃるのが、パッていって、ここから、ふってこう一瞬こう動いていくパターン、こういう方結構多いんですよ。で、こういう方って大体何が起こるかっていうと、まあ、ちょっとこうボールに捕まらないようにスライスしたりとか、で、ボールがね、ふわふわふわってこう上がるだけでも、全然こう前に飛ばないっていう。ことが結構起こったのが多いんですけど、でじゃあ上手い方、時間差が作れてる上手い方ってどんな感じに見えるかっていうとこんな感じですよね。わかりますか？あまり上手くない人は、うん、こんな感じで、なるほど、はい、これ違いわかりますよね。わかりますよね。あまりこう効率がよろしくない方は、うんうんうん、今みたいにこう何が起こってるかって言ったらほとんど全て体も腕もクラブも足もなんですね、全部が同じタイミングでほぼ全部同時に動いてる、同時に特に切り返しで同時に動いちゃう、ね、はい、だけど上手な方っていうのは、まあ、基本的にまあシークエンスとかいろいろあるんですけど、だってこういろんな部位がバラバラに動いてることなんですね、うん、ラグっていうね、そうラグですね、こういうことがあると、はい、要は、はい、うまく見える、軽く振ってるように見える、そこまで分かってるから僕喋るじゃないですか。で、じゃあそれを作るにはどうしたらいいの、はい、っていうことなんです。そう。で、例えばですね、うん、じゃあ、だって一瞬こう、塊で動いてるっていう方が、うん、じゃあ今の時間差っていう言葉を聞いて、うん、よし、じゃあ時間差作ろうってなると、はい、何が起こるかっていうと、みたいな感じにね、危ない、やばい、ちょっと危険なところに、ちょっと危険な、今度は多分とんでもなく右行くわけですよ。そうだ、大体これ右手で右曲がっちゃうケースに陥りやすいですね。なるほど、安いですね。なんでかっていうと基本的にこうやって塊で動いてるってことなんですね、うん、ターゲット方向に対して自分のこのクラブヘッドっていうか、まあ、クラブのこうベクトル方向ですね、運動軸、要はエネルギー出していく方向が基本的には左になってるわけですね、大体が、まあ、だからスライスとかしてしまったりするんだけど、まあ、ひどいと天ぷらとかもするんですけど、だけどこう左にエネルギーが出るというのは当然ボールって左に行きたがるわけですよ、うん、なので基本的にはクラブベースっていうのはあんまりこう返さないで使うっていう傾向が多いわけですね。
でそうやってクラブフェースを返さないっていう状態でじゃあ時間差だけ作りましょうってやったらそれは当然開くんですよ。なるほど。時間差作ればですねゴルフクラブって当然一番遅れてくるので遅れてくると実はいろんなエネルギーの関係上ですね絶対フェース開いておりようとするんですよ。だから当然でじゃあ上手な方は時間差作ってなんでじゃあまっすぐ行くってなると、うん、まずですね道具の使い方がお上手なんですよね。で道具の使い方がお上手って何がどうお上手かっていうとですね基本的には、まあ、中にいますよクラブフェースまっすぐ使ってますって言ってる人もいるんですけどじゃあそういう方がですね連続写真だったり例えばこう映像を撮ると後方から見るとどうなってるかっていうとめっちゃこういう感じなんですよ。これフェース返しないって言ってるんですけどこれ返ってるんですね。返ってるんですで返ってると基本的にはですねこのまあリングエッジところがですね、これ返さなかったらどうなってるかって基本こういうわけですよね、うんうん、この人見たことあります、うん、なくないですか。なくないですか。バックフェースが空の違う状態でこれ無理ですよ。これまっすぐじゃないですか。このまっすぐの状態だったらこれ戻すとめっちゃ開くので、まあ、当然それに伴って絶対にこの分旋回は無意識でも絶対入ってます。だからお上手な方っていうのは基本的にこのクラブの扱い方どこもシャフト軸で回すっていう運動がどこかしらで絶対行われてるっていうことなんですよ。でここがあって初めて時間差作ってくるとドンピシャで当たりやすいですしで時間差が作ってこれるとすごくこの先端にですね一番こうエネルギーがグッて入りやすいと。だこれを衝突させるっていうことでエネルギー効率もすごく良くなるので、まあ、こんなところがですね理解できるといいのかなと。発想としてじゃあ返したら左行くよっていう方が多分ほとんどだと思うんですけどだからまずですね僕のおすすめはこれはもうお客様とかにもよくやるんですけどじゃあまず左をありえないぐらい行っていいから返してくれって言うんですよ、うんうん、返してくれって言うんですでそれで打ったら当然左行きますよ。じゃあこの左返して左行ってるこの動きは変えないで、うん、絶対左行かせないで、うんうんうん、そうすると皆さん何やりだすかって言ったらこんな風に僕一人もいなくなるんですよ、うんうん、一生懸命こっち振ろうとしてくるんですけどこの右側にこうエネルギー出していくっていう動きが実は時間差っていうものがすごく作りやすい動きになるんですよ。なのでちょっとそんな風にちょっとどう動きを変えるとかじゃなくてですね彼氏左行ってる状態で行かせねえぞってちょっと自分の中でやってあげると自分が本来持ってる動きっていうものだけで対応できたりするので、まあ、そうするとね結構ドライバーなんかこうね捕まりなかなか難しいっていう方とか結構意外と捕まっちゃったりするんですよ。でしかもその瞬間めちゃくちゃ飛んじゃったりするんで、うん、そういうところで自分があんまり使えてないと、はい、自分がこう捕まえに行ってなかなかこう突っ込んだりとかそうなんですよ。だからもうまずゴルフクラブで捕まえ方がほとんどご存じない方が、うん、これで右行かせないようにっていう感じで動いてる方、うん、結構多いので、うん、もちろん当てはまらない方もいますけどね、うん、でもほとんどの方が大半が多分そうです。